はい、皆さんこんにちは、こんばんは、KK でございます。ということで、独統一ランクバトルやっていくんですけど、現在今3000位。レートで言うと今1615になります。なかなかいい感じに上がってってるんですけど、今ね、1630から1590あたりをずーっと行ったり来たりしてるんですよね。もう試合数も60試合ってそこそこ、序盤にしては潜ってる方なんですけど、なかなかね、そこの壁をぶち破ることはできないんですけど、頑張って、とりあえず1700を目標に頑張っていこうかなと思います。では対戦やっていきましょう。はい、では1試合目始めていきたいと思います。パーティーの方は多分前回よりちょこっと変わってますが、今んとここれが一番安定してるかなと思ってます。まあ多分ベイティのこの直帰枠をね、ちょっとヤドキングにしようかすごい迷ってる途中なんですけど、今のところベイティがいいかなということで入れてますが、まあ、環境によっては多分ヤドキング入れたり入れなかったりするのかなということでやっていきましょう。これ初手ゲンガーで OK です。そしてこの感じだと、ブロちゃん毒牙でいけるな。オーニューラー行こうかなと思うんですけど、まあサーフボー、神もいるし、ちょっとめんどくさいかなと思うんですけど、一応シャドウクロウを搭載してるんですけど、まあ威嚇巻きもいるし、ちょっと違うかな。この3匹超安定するんですね。ゲンガー、ブロロローム、鉄の毒牙っていうこの並び、毎回やってます。対戦よろしくお願いします。さあ、初手、サーフを、OK。問題ないでしょう。まあ、相手がノーマルテラスを切らなければのお話ですが、まあ、初手テラでノーマルはねえだろうし、裏に引くとすれば、とどろくつき、いや、引けなくない？これ、引くならパオジアンかな。まあ、シャドウボール打っていきましょう。さあ、相手はスカーフサーフ号、ということが分かりました。この子がスカーフ持ちですか。まあいいでしょう。トリックされなかっただけマシでしょう。シャドウボール返し、CS だと思うんで、おそらく各位置で持ってけるはず。持ってけませんでした。非常にまずいことになり、いや、そこまでまずくはねえか。毒牙出しゃ。毒牙出しゃええから。ここは。一応ね、テラスタル切ったら、サーフ号を突破できると思うんですけど、どうせ裏に素早さが速い羽ばたく神やら、パオジアンやらいるのと、待って、地面テラスタルは切る必要ない。水テラスタルを切る必要はないね。ノーマルテラスタル切るわ。うわ、引っ込めんの？マジか。あー、月ね。まあいいでしょう。 S が上がる感じですか。 S 上がる感じです。あー、やらかしたな。で、凍える風だったな。間違えたわ。ここ、シャドーボール打つ必要なかったわ。凍える風で裏にも負担を与えるべきだった。間違えたわ。デスが188の2倍だから、2倍じゃない、1.5 倍。1.5 か。200。70ぐらい？ 94 か。94だから、280ぐらいいくのか。ブロちゃんで抜けるかどうかだよな。一旦、凍える風打ちましょう。だよね、オッケーオッケー。勇米してくるのは見えてた。だったら気合玉打ってっていう話だ。気合玉は耐えられるか、さすがに。まあ、これで素早さをさすがに上げさせない。これ以上素早さ上げることは阻止しましょう、とりあえず。もう一回龍米打ってきたらアンコールできるな。
まあ無理でしたね。まあいいでしょう。あーミスったな。こりゃミスだな。ちょっと待ってね。ちゃんと電卓使わせて。暗算じゃなくて、暗算はね、ヒューマンエラーが起きるんで、188ね。かける 1.5。282。282。一応、ギアチェン回せば抜けるんですけど、多分抜くために僕調整してると思うんだよね、このプロちゃん。毒ガジャも抜けないので、ブロちゃん出すしかない。で、風船持ちなんで、一旦は耐えるんですけど、ギアチェン回すかどうかだよな。回しちゃいけない気がすんな。いや、回さなきゃいけない。OK。これクソデカ。これクソデカだね。これで S は抜きました。で、こっから気をつけないといけないのが、相手のテラスタル。アクロバットを持っていたということは、飛行テラスタルです。アイヘ打ちます。OK。飛行テラスタルです。飛行テラスタルじゃなければ、アクロバットは搭載しません、多分。昔流行ったやつね、トドロク付きの飛行テラスタル。あ、パオジアン。パオジアンだったら、まあ、いけるね。タスキじゃなければ大丈夫じゃない？ここはアイヘレンダで大丈夫。S は勝ってます。つぶて不意打ちじゃ落ちません。アイヘ打ちましょう。タスキかな？タスキでした。大丈夫です。ひるんでもひるまなくても裏の鉄の毒牙がブーストで S で上抜くんで大丈夫です。ここはアイヘでいい。不意打ち打ってくると思うけどアイヘでいい。大丈夫、アイヘでいい。大丈夫、皆さん安心してください。大丈夫です。うちの鉄の毒牙は身代わりを搭載しています。これを見破られない限り相手は必ず不意打ちを打ってくる。ここでブースト発動で S が上がることによって相手は上を取られてしまった。これは不意打ちしか選択肢がないっていう状況が作れたわけですよ。そこに刺さるのが身代わり。はい、気持ちいい気持ちいい。これだよ、鉄の毒牙の強さはこれだよ。はい、対戦ありがとうございました。僕の勝ちです。はい、では第2試合目始めていきたいと思います。まあこれは初手ゲンガーかな。で、あれ、あ、ゴーストタイプいたわ。999がいたか。ってなると、ここブロちゃんと、ブロちゃんとドクガちゃんになるのかな。ベーティーそんなに出せねえな。変えた方がいいかもしんねえな。ベーティーの選出率が悪すぎるな。また次の動画で変わってるかもしれんわ。ここは毒牙でいきます。いきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ、やっていこう。初手ランドロス。まあそうだよね。親の顔より見た対面。さあ、昔はニドキングでしたが、今はゲンガーで対面を果たします。まあ、ここ風打っていきましょう。H 無振りなら乱数で持ってけます。さあ、テラスタル切りました。マジかなんか最近テラスタル初手で切るような人増えたな。これ2回目だわ、テラスタル切った人。鋼テラスタル。はーん。2人目だわ。普通、大体の人はなんか突っ込んでくるんだけど、何もせずに。あー、スカーフだ。なるほど。なるほど。スカーフか。あー、封じ込めちゃったー。あらららら、ら封じ込めちゃったアンコールする予定だったんだけどなまあ封じ込めたんなら引っ
込めてくると思うし、テラスタルは切ったからヒードランはもうテラスタル切れない、クレセも切れないってなると、ブロちゃん次出すならブロちゃん出しだな。ここは待って、裏のポケモンで早いのいないか。じゃあ気合玉打ちましょう。あ、引っ込めてくるね。はい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 。まあそうだね。でも裏に早いのいなかったし。ウーラオス、悪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 、水、当たらない。当たらないのはやめようや。いや、当たらないのはダメでしょう。悪ぜ、はいはい。いや、当たらないのはダメだな。これやらかしてんな。やらかしてんな。ブロちゃん行きます。水流連打のダメージ確認しましょう。連撃水流連打3回、イジッパにすれば、マジで 81.3 から 94.9、 一発耐えるけど、悪事圏内入っちゃうんだ。悪事圏内入っちゃうんだ。だったらもうダストシュート打つしかないな。はい。まあ、しゃあないな。ダストシュート打って、削ってから裏に引くしかねえよなと。あー、終わってる、マジで。ほんと終わってる。もうなんなんこれ、マジで。気合玉外し、ダストシュート外すし、何？寺格闘にしなきゃいけない？毒付けにしないといけない？こんなん負けやん。勝てるわけねえじゃん、こんなんされたら。こんなん勝てる勝負も勝てねえよ。どうするよ。いや、もうガチでどうすんの？ちょっと待って。毒が。水になりましたら、確定2発。水になっても確定2発かよ。終わってんな、これ。水牛連打終わってね。水寺になっても確定2発なんだけど。そっか。HP161 だから。それでも確定一発だ。まあ、多分こだわってはないのか。そうか、こだわってはないのか。マジカルシャイン打つしかないんだよね。まあ、とりあえず水流連打一発食らって、その後の悪事圏内には入ってないので、まだワンチャンあるっちゃあるんだけど、一番嫌なのはここで水寺切られることなんだよね。だいぶ入っちゃうからね。オッケーオッケー。持ってけないんだよね、水流連打。はい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 。結構効いちゃうのよね。まあ、しゃあない。しゃあない、しゃあない。まあ、いいんだよ。ここ炎の前打って、まあ、クジラ打ってくるよね。身代わりでよかったかもしんねえな。まあ、まだ見せない。ここで C 上がらないと、勝てない。勝てなくね。ランドルスは突破できるんだよ。鋼テラスタル切ってるから。あとはドランか。クレセはきついな。クレセいそうだけどな。毒投手だし。裏、ドランでもきついんだよね。ランドロスだし？でかい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 。ランドロスだしはでかい。なんで？なんでなんでなんで？ありがとうありがとう。もしドランに引く？引かない。これ助かる。仕上がれ、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 仕上がれ。ああ、元年終わってる。運が終わってる。ああ、運終わってるわ。ダストシュート外し、気合玉外し、炎の前に一回打ったのに一回曲がらず。ああ、終わってる、マジで。勝ったら奇跡やぞ、こんなクレセリア。無理でーす。まあ、炎の前連打する。ワンチャン身代わりってのもあるけど、身代わりしたところでなんだよな、結局。
と身代わりしたところでなんで炎の丸打ちます。まあ無理だよね、今上がるんじゃないんだよな。あ、ワンチャンあるよそれ。ん、月の光はワンチャンあるよ。どういうこと、ワンチャンあるんじゃないこれ。死やがれ。あ、ワン、え、テラバノーマル耐える。キューしてるワンチャン、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 キューしてるワンチャン。いやいやいや、思考、え、全然あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、まだある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 よ、まだまだ行くよ。頼む、急所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 、もしかなす急所、もしかなす急所。あー、いやー、対戦やねんでございました。